ご紹介させていただきましょう元日本代表リー忠成さんよろしくお願いします元なでしこジャパン岩渕真奈さんよろしくお願いしますそしてサッカーファンでありパリオリンピックスケートボードストリート金メダルを獲得された堀米優斗選手ですよろしくお願いします なんといってもパリオリンピック男子ストリートスケートボード金メダルおめでととううごござざいいまますすありがとうございますもう何回もいろんな方からおめでとう、おめでとうって言われまくってると思いますけれども,もう連覇成し遂げて日本に帰ってきて今のお気持ち伺ってよろしいですかそうですすかそうね、まあ、あの日本には4日前ぐらいに帰ってきて、まあ、本当に多くの人があのサポートしてくれて、まあ、今の自分の立場があって、まあ、そんな人たちが。あの 今すごい支えてくれてるし、帰ってきて、あのお祝いしてくれてるので、まあ、本当にありがたいです。少し、あの、ゆっくりできるような時間を、例えば。昔からの仲間たちと過ごせたりとか、できたりしてますか。そうですね。まあ、今はまだ、あの、そんなに、みんなとは会えてないんですけど、まあ、友達とかともあって。あとは、あの、いろんな、あの、仕事をさせてもらっているので、あの。できるうちに、やっていきたいなと思います。岩渕さん。 堀込選手の本当に輝くこの金メダル、はい、今、とてつもなく近い距離で見てますけど、いかかがですか、はい、いやもうさっき、裏で触られてる方がいて、あ自分も触りたいなと思ってたんですけど、いいんですか、こんな舞台です、すいません、わすごーい。岩渕 <laughs> さん、触れてみて、いかがですか重たいです、 やっぱりオリンピック、私も経験しましたけど4年に一度のすごい舞台の本当にあのもうほぼ一発勝負じゃないですかその中でやっぱり一番を取るっていう本当に全ての重みを今、はい、感じましたさ5人という、ね、数字が出てきましたけども何の数字かこちら皆さん、分かる方いらっしゃいますでしょうかどうですか皆さん5人と見てリーさんがピクッと反応してますけどもいかがですか、リーさん。 ええ、五人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 です。えー、プレミアリーグクラブのオーナーが世界のトップ10の中の五人。おお、なるほど。がオーナー,ー。なるほど。ではないではないですではないです。でです堀込選手、そしてブッチーさん岩渕さんいかがでしょうか。じゃあいいですか。いいですよ。えーっと。 プレミアリーグに所属してる日本人選手の数正解でございますそうなんです5人ですリーさん絶対分かってましたよねいや分かんなかったですさそうなんですよこういうふうに見ていただきますと冨安選手三笘選手遠藤選手え神田選手そして新しくサムサムトン決まりました菅原選手こう見ていかがですかいやまあ本当にその歴史 あるプレミアムリーグでこうやって世界で日本人選手たちは活躍しているの本当にすごいと思いますし自分も世界で活動している上えですごいモチベーションになっているので一緒に頑張りたいです刺激を受けたりしますかそうそれも刺激しか受けないので本当にこれからも一緒に高め,高め合えたらいいなと思っています。るタイミングで まあ、アメリカに活動動拠点場所を移動させました、はい、そうやって世界に挑戦されてますけどもこの日本ではない海外で挑戦するっていうこの難しさっていうのはご自身でも感じたりしましたかねそうですねやっぱりあのまずアメリカに行くっていうことがまあする人もあんまりいなかったので,で初めて行った時はまあお母さんとかと言ってまあ何にも知らない中で行ったから。 まあすごいあの困ることしかなかったしやっぱ日本とアメリカの生活が全然違うことに衝撃を受けたりもしたのでまあ本当にあのまあ苦労はすごいしたんですけどでもその経験が本当に今に生かされて。 まあ、すごい自分も、あの、スケートボードのスキルだけじゃなくて、まあ、気持ち的にもメンタル的にも。強くなれたので、そこはすごい、あの、良かったなと思います。初めて自分のスケートボードを持って、アメリカの街並みを見た瞬間に、どういう気持ちになりました。はい、いや、まあ、やっぱ日本に比べて、あの、まあ、全然広いし、道とか。街中、まあ、あと人の、その、なんかもうちょっと、まあ、ロサンゼルスに行ったんですけど、だから、結構人も結構緩かったり、ノリが。 あのー、高い人が多かったので、まあ、なんかスケートボードにすごい馴染んでるなっても感じたしなんか怒られることとかもあったりするんですよやっぱでもそれでもなんかすごい警察の人とか優しく怒ったりとかしてくれてで最終的に警察がなんか自分僕のスケボーを使って遊んでるみたいなこともあったりするから、まあ、そういった部分はやっぱ日本のやっぱスケートボードカルチャー とかと比べるとまだ全然馴染んでない部分があるんですけど、やっぱ自分あのスケートボードを始めた時はオリンピックとかもなかったし、でもその中であのそういうカルチャーに惚れてオリンピックとかも見えて、やっぱそこでも活躍したいっていうのがあるので、まあ両方その魅力をこれからも伝えていけたらいいなと思ってます。え堀こ選手に、えー、と質問あり。 ですえー、とこれまで、えー、とサッカーを実際に見たりですとか、えーとまあ、中継とかでも構わないんですけど、まあ、サッカー自体をどのくらい見る機会があるかというのを初めて見たのは、まあ、アメリカでの試合だったんですけど、まあ、そこで初めてあの生で見て近くで見させてもらって、まあ、本当にあの、まあ、サッカーのすご、まあ、さだったりとかそこから本当に自分もサッカーってこんなに面白いんだと思ったし。 でまあ、日本でなんかあのいろんなイベント、機会があって、イベントとか呼ばさせてもらって、そこで,あのそうです、ね、日本に帰ってきたときに、一回見させて、一回見たりとか、そういうい感じですかね海外サッカーとかを見る機会はあるんでしテレビとか、まあ、アメリカで,そうです、ね、友達といるときにあの、スケート終わった後にみんなで一緒に見たりとか。 そういうのはあります。まあプレミアリーグ本当に今までたくさん印象的な場面やゴールが生まれてきたと思います。まあその中であえて一つ自分の中で特に印象に残っている瞬間であったりゴールであったり教えてください。いかがでしょうか。めちゃめずいな。まあでも僕さっきの、ね、まあ本当あの見させてもらったやつであのもう。 ストレートにもう一本で行くやつ最初のはいサミター選手の行くやつとまあでもあのそうですね爆注でなんか決めるやつもさっきのパスでとかああいうのもすごいなって爆注なんオーバーヘッドのことかなオーバーヘッド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 失礼参賀はいすみませんでお三方いかがでしょうかじゃリーさん どちゃん、えー、難しいんですけど最近というか2シーズン前にハーランド選手がシティに来て怪物だって言われてた中で結構高めのボールを左のアウトかなんかで行ったやつはなんかもう大きいとか足が速いとかっていう。 のに加えてあそんな体を動かせるんだっていう衝撃があったのは覚えてます岩渕さんの左サイドからロングのクロスが入ってきて、はい、ゴールがここなのにこんなところにハーランドのアウトがいきなり出てきたって、はい、あのゴールでですすよねそうですーさあリーさん、はいえー、僕はやはりそのマンチェスター・シティが優勝した時のアグベルの決勝点ですね。 もうアディショナルタイムでサポーターがうなだれて泣いてる人もいたのにえ同点になってそして最後、アグエロが決めて試合が終わるもうサポーターもぐわーっとこうなだれ込んでくるえ僕がチャンピオンシップからプレミアに昇格した時も最終戦、観客がスタジアムになだれ込んでくるんですよまあホイッスルが鳴った瞬間にやっぱあれって本当プレミアリーグまあイングランドサッカーだなっていうのはえ見て思いましたしあのゴールは忘れられないですね、うん。はい ねえもしかして今シーズンの最終節でもですよ日本の誰かが取るかもしれないですからね。そういったシーンがあるかもしれない。はい楽しみですね期待したいです、ね。はいリーさんありがとうございます。